2011年の道根高大道個体は、マカオ南部のコロアネ島とタイパ島をつなぐ埋め立て地である。個体はリトークのコロアネ島とタイパ島の間を埋めたもので、二つの島の名前を組み合わせて作った造語である。もともとは外十字門と呼ばれる海であったが、1960年代に浅瀬を埋め立てて、堤防状の縦貫道路が作られた後、 道路の西側の流れが緩やかな地域にはマングローブ林が形成され、東側にはカキの養殖場が作られた。1980年代から世界最高水準と言われる人口密度を緩和すべく、マカオ政府は浅瀬を埋め立てて土地を広げる政策を打ち出した。大規模な埋め立て地として計画されたものの一つはマカオ半島の新港岩地区で、もう一つは個体であった。 経済の鈍化で、当初の予定よりも工事は長引き、20世紀末までかかって一通りの埋め立てが完了したが、一度は計画された、主海からの鉄道敷設は撤回された。2000年3月、蓮華大橋が完成し、固体と関東省主海市の横琴島が陸路でつながり、入りで堺業務も開始された。これによって、マカオと中華人民共和国の間の陸路は、 従来のボーダーゲートに加えて2カ所に増えた。当初の住宅地中心の埋め立てから、現在は高級ホテル、カジノ、リゾート施設を中心にした都市計画に変わっている。計画ではホテルは20軒が集中することになり、計6万室の規模となる。中心となるのが道根広大道と呼ばれる繁華街で、主に中国大陸からの観光客を当て込んでいる。マカオに、 水上都市ベネチア出現、アジア最大級複合施設オープン産経新聞、2007年8月28日、ありがとうございます。